ムスの逆光です。ガクです。というわけで、続きまして、はい、前回の釣ってきたお魚、さばいて食べる第2弾でございます。海のギャング、ウツボダイ。今回はこの、ウツボを使って、僕が料理したいと思います。頼むよ。任してください。まあね、前回のね、アナゴ料理、丼がもう、弾けるようまかったんで、あれとはまた違った、この家で作るならではの料理、紹介したいなと思います。お願いします。ちなみに僕は人生初ウツボさばきです。なかなかね、ウツボさばくしないから、大体リリースだからね。そうなんだ。そう、本当に凶暴な、本当にこれ海のギャングって呼ばれてるからさ。へー、頭落とします。え、硬っ。こんな硬いのウツボって。結構これ釣った時噛もうとしてきましたもんね。いや、すごかったね。あれ、よかったですね。ギャングの頭が。ギャングの頭。頭ですわ。うわ。いかつ。どうですか、匂いとかもうないんですか、結構するんですか。な、泥臭いっす。泥臭いの。臭いよね。うん。穴子と比べると。言うてもそんな臭くはないけど。うん。臭いウツボってほんともっと臭いんだよね。あ、そうなんだ。うわ、買った身が。皮が硬い。皮硬いよね、こいつ。え、何も入ってない。え、なんか変わってるの。身うまそうだね、やっぱね。うん、卵しっかりついてるわ。ほんとだ。ウツボも、こう、名物として食べる県もあるぐらいだからね。あったからね、だから美味しいってことだよね。さあ、こいつは、卵と内臓、肝もついてます。これ、黄色のやつが卵ですか。黄色卵ですね。へー。これ、腸ですね。あ、僕もちょっとガックンを見習って、男の料理をしたいなと思いました。いいね。塩取ってるんですか。そう、これが臭いから試合。これしっかりと全部取った方がいいんですか。これ中央ね、できるだけ取った方がいい。やっぱ、きれいに取れば取るほど後から処理が楽です。ここまでこれはもうあとは余裕。余裕ですか。身すごい綺麗だね。綺麗。綺麗だ。どう、この感じ。お、硬い。でもなんか穴子ほどではなさそうな気がする。うん、穴子硬かったなぁ。硬そうだった、ね、バキバキいってましたもんね。色とかどうすか、穴子と比べて。はどっちかというとウツボなんかピンクかもしれない。もうちょっと筋肉質な色してる。鶏肉っぽいね。この魚もやっぱその中骨、中骨ってやつを取る。そうだね、基本的には基本ね、こうやってさばいていくのは基本では。ここからどうするかなんだね、いつもね。そうか、そうだな。こいつ難関だな、ここ。強いね。これか、背中か。え、なんもねえぞ。なんもねえぞ、これ。ここに骨があるのか分からんけど。一応あんのかな。ないと思うよ、ウツボ。ないのか、ほぼ。こいつバットスメルが来るな。来るよね、バットスメル。マジっすか。うん、ちょいちょいなんかね、あんま良くない匂いがするんだよ、この問題の。マジ、ヘビみたい。うん、この TK だね。しぶといな、こいつ。どうしようか。ってなってくると結構身がなくなってくるっすよね。ねえ。まして、骨切りってやつですね、これが。骨切り、やっぱ必要なんだな、こういう魚は。魚と呼んでいいのか。確かにさ。うっそ。うっそ。やっぱ皮だな。でも、これ骨だ。これ、きれいにさばいてるのに、骨がめっちゃ残ってる。すごいね、なんか。さ。醍醐味、何でも刺身で食う。一旦刺身でやっぱね、もともとは何でも寿司にする企画だったからね。そうですね。せめて何でも生で。大丈夫かな、これ。香りからまさに、お、いい匂いしてる。いただきます。ウツボ刺身、初。うん、俺これのとこ骨すげえ。味はうまい。味はね、脂乗ってる。へえ、骨すごいね。独特な味がする。へえ、後口は骨に抜ける感じがね、なんかちょっと癖があるから。なるほどなるほど。穴子との弾力の差がすごいのと、牛肉とか鶏肉っぽい、なんか血の味っぽい味もするのよ。コリコリしてる。うん、この臭みも消しつつ、はいはい、料理していきたいと思います。お願いします。いきますぜ。お願いします。先ほどの、ウツボ、はい、このまんまトマト入れちゃいます。
全部いいじゃん、全部お酒はいはいたっぷり酸味消しプラス肉を柔らかく料理してそのことはできるんですかできます肉が柔らかくなる効果があるんで酒、あの酒にこれですね、男飯は作るんですよねそう、今日男飯作るからもう、ガックンをびっくりさせちゃうかうわ、うん、あ、巻いていく巻いていきますアメリカ人はステーキが好きだからまさかうわ、やば豪華にステーキでいきたいなと思ってあらあ、拭き取るんだねそう、これで最後拭き取って形をねこういうやったら知ってんだよ、俺はクレイジーガーリックこれ超超うまいこれ。これかけつけは何でもうまくなる。アグリコだ。アグリコじゃないか。片栗粉か。それ味付けはもうそれのみになりますか。そう。ほら。フライパンで焼いていこう。あと焼くだけです。超シンプルですね。ニンニクですか。フライのニンニクです。臭み消しのニンニク。どんだけ臭み消しない。ね。これでね、低温で、ステーキだけどじっくり焼いていきます。なるほど。しっかりめに焼きます。フライパンのヘリでね、形を崩さないように。なるほど。半分半分ぐらいでそう焼いていくのがいいですね。いや、どうなんだろうな。ガチガチになるかな。怖いね。わかんないよね。こういう焼き方はね、こう肉を焼くとき、鶏肉とかで焼くときと同じ焼き方で、はい、タンパク質を壊しながらっていうか、なるほどね。焼いていくスタイルです。ひっくり返しますよ。お願いします。頑張れ、頑張れ。おお、ハンバーグになってる。ハンバーグだよ、もう。ハンバーグだね。ローストチキンで。これどうなんや。うまいんか。片栗粉をこうまぶすことによって、はいはい、肉ってふわっとしてあがるんですよ、まあ、鶏じゃないんですけど、鶏っぽいなと思ったんで、肉質がはい、完成しました男のウツボステーキガーリックスパイスを添えてウツボ、ウツボステーキって言ってるそれでは、完成しましたはいよこの辺いくわあ、え、持ってこの身ちょっと見えるめっちゃうまそうだわ確かにちょっと油それそう肉汁うんうまっ骨すごくん骨すごくないいやうまい、うん、味はね身ふわふわうん、うん、普通に美味しい白身魚の味するよね、うん、本当に美味しい白身魚脂も乗ってるし、うん、臭みも一切ないし、うん、だから骨が多すぎる噛んでも噛み切れん骨があるんだよいっぱいこのブーメラン型の骨なんだね全部ねこうなんだろうこんなナイキみたいなやついっぱいあるそんなナイキみたいなやついっぱいある今日は初ロケということではい、はい、まあ料理もしましたしいや面白かった、うん、釣りもしましたしどうでした最高やったマジ、ね、楽しかったねガックンのねめっちゃ楽しかったガックンのこの地元で、はい、食材取って地元で料理して、うんそうよ最高やったね庭のガク君のママが育てたシソもあるしシソと育てたんか勝手になったんか知らんけど梅と味噌とうんそうっすね地元みたいなところでゆっくりしたところでさちゃんとなんか食材と向き合って作りたいねご飯いやそうだねそれじゃあまた次回の動画でお会いしましょうガク君また、はい、またコラボお願いしますイエーイじゃあねまた来るぜ